連続殺人か。怖いね。もしもし。あ、出た。ちょっと、今どこにいるんですか？ん？ああ、いや、ちょっと出先だけど。絶対嘘ね。どうせ会社にいるんでしょ？もう、どうして電話に出てくれないんですか？ちょっと聞いてます？あれ、電波悪いのかしら？秋山さん、聞こえてますか？ああ、聞いてるってば。ごめんって。で、何？なんかよ？用って、何言ってるんですか？用あるに決まってるじゃないですか！ああ、そうだよね。はいはい。俺が悪かったって。で、何？あのですね、今日は何の日か知ってますか？え？今日は…君の誕生日か何か。違う。いいから壁のカレンダー見てください。ああ、集金日。忘れないでくださいよ。別に忘れてたわけじゃないよ。ただちょっと出かけるのためらっていたっていうか、なんかさ。なんか、何なんですか？今日さ、雨なんだよね。あ、雨ならもうとっくに止んでますよ。じゃあちゃんと言ってくださいね。私は半来の特選カルビ弁当買ったら帰りますから。それじゃ。また降ってきちゃって。
てあれ。あ、お疲れっす。って兄貴、びしょ濡れじゃないっすか。新井の兄貴は。ああ、頭なら今柴田の組長さんのお供でそこのビルの見学に行ってますが。神室町ヒルズか。ねえ、何でも親父の話じゃ本格的な建設が始まる前に何としてでも真島組に顔を売らなきゃなんないとかで。上のご機嫌取りか。クソ、兄貴どうしたんすか。そんなにイラついて何かあったんすか。七福通りにエルナードってキャバあんだろ。今あそこに上野の奴らが来てんだよ。上野？上野ってあの上野清和会ですか。ああ、8時くらいから2人連れで来て今飲んでる。そうですか。あ、でもただ飲んでるだけなんですよね。なら別に問題ないじゃないですか。暴れてるわけじゃないんですし。バカ、飲んでるってこと自体が問題なんだよ。どうしてですか。はあ、上野とうちの本家が親戚だってのはお前も知ってんよな。はい、昔実話系の雑誌で読みました。でも実際には五分五分の関係ってわけじゃねえ。一応親戚である以上同情会が上野の島に手を出すことはねえ。でもそれは上野清和会が毎月寄付って形で同情会に結構な額の上がりを支払ってるからなんだよ。そうなんすか。表面上は対等な立場でも裏じゃ上野清和会も俺らと同じ参加組織の一部ってわけさ。ま、例えて言うなら同情会がアメリカで上野清和会は日本みてえな感じってことだ。すんません、あのちょっとよくわかんないっす。だからまあいい。どっちにしても俺らみてえな三次の組員が知っててもどうしようもねえ話だからな。兄貴、あ、それでさっきの話なんですけど、上野清和会がうちの上とそういった関係があったとして、それの何が問題なんですか。は？だって上野と東上会は親戚なんですよね。だったら東上会系のうちの店で飲んでても別にいいんじゃないですかね。バカかお前は。ここまで話わかんねえのか。だからお前は使えねえんだよ。ああ、秋山さん、どうも。ちょっと間が悪かったみたいだな。寝なそうか。いやいや大丈夫です。どうぞどうぞ。今日は集金日なんだね。回収がてら金村さんに挨拶していこうと思ったんだけどな。どうやら
留守みたいだね。ええ、今日はちょっと用事があって出かけてまして。ふん、新井さんもお出かけ中？あ、はい。頭は柴田組の組長と出かけてます。なるほどね。で、さっきの話の続きは？どうして上野清和会の連中が金村工業の島で飲んじゃダメかって話だよ。こいつらに教えてやんなくていいの？聞いてたんですか？あれだけでかい声で喋ってりゃ隣のビルまで聞こえるさ。すんません、お恥ずかしい限りで。はい、兄さん。はい。あんた新入り？はい、3ヶ月くらいになります。じゃあ1年くらい前まではカムロ町界隈でチンケな窃盗とか強盗とかやってた口？ええ、まあで、新井さんあたりに憧れてこの世界に入ったと。そうです。そうかそりゃいい。秋山さん。え？親父に用件があるようでしたら後でこちらから連絡するようにしますけど。帰るってこと？いやいや、そういうわけじゃないんですが、親父にもいつ連絡がつくか分かりませんし、こちらもいろいろありますんで。いろいろね。そっか、そうだよね。わかったよ。今日これから大変だぞ。あんたらの教会で下の連中が上の島で飲むなんてことはあってはなんないことなわけ、わかる？それは直系団体でも親戚団体でも同じ。例えば君が今からカムル町で一杯やろうと思ったらさ、君の親である金村さんのさらに上の親、つまり柴田組の島で偉そうに飲むなんて思うか？いや、それは。そうだろ？そりゃそうだよね。だってそんなことしたら金村の親分さんに恥かかせることになっちゃうかもしれない。それに後で新井さんにどれだけ怒られるか分かったもんじゃない。今回のことも同じだ。あんたんとこのお店に来てるのはあの上野清和会、カムロ町不可侵通登場会との約束破って大門ぶら下げたままカムロ町に来てること自体おかしい話だ。つまりそれがどういうことか分かる？ちょっと秋山さん、どういうことなんですか？それはね、つまりこの金村工業が低く見られてるってことだよ。なあ？きっと上野の連中は金村工業の島の店なら飲んで暴れても大丈夫って思ってんだろうな。いくら金村工業が東上会の下の柴田組、そのさらに下の三次団体とはいえ、それはちょっと舐められすぎだ。ちょっとあんた、うちのことバカにしてんのか？やっと本気になったか。悪かったね、木戸ちゃん。調子に乗っていっぱい喋っちゃって。それでいいんだよ、極道は。極道は大門のデカさだけが全てじゃない。てめんところ大門バカにされて頭に来ないようなやつは信用できない。ああ、そうだよな、木戸ちゃん。ええ、まあ。じゃあここはまあ一つ、カムロ町の平和のために頑張って。あんたらが頑張ってくんないと俺も儲からないしな。ね、兄さん。はい。よし、じゃあ帰るか。それじゃ。ああ、そうだ、木戸ちゃん。はい。金村さんに言っといてよ。自分とこの組バカにされても怒らなくなっちまったら、極道は終わりだって。そんなヤクザまがいの奴には、もう上納金を立て替えるためのお金なんて貸してあげませんよ。
金借りるときに約束した条件守ってくださいねって。よっしゃ。はあ、あ、お、親父、いらっしゃったんですか。うん、いたよ。あ、いつから。秋山のガキ帰ったか。しかし困ったもんだ。さっきお前が言ってた上野の奴らの件どうしたもんか。とりあえず荒井の兄貴にすぐ連絡を取ります。でも確か荒井は柴田の親父と出かけてんじゃなかったのか。連絡取れるまで電話をかけ続けます。そうか。もし上野の連中が暴れたりしたらどうしましょう。そうだな、あまり荒っぽいことになるのは避けた方がいいとは思いますが。ああ。荒井の兄貴なら丸く収めてくれるとは思うんですが。そうだな。とにかくことを荒立てたくない。荒井に任せると言っといてくれ。よいしょ。わかりました。うん、さっきの秋山って人何者なんすか。ああ、あれか。秋山俊、32歳。天下一通りでスカイファイナンスって店やってる金貸しだ。神室町の駆け込み寺って言われててな。他の店で融資を断られたような奴にまで金を貸し付けてる。闇金ってことすか。まあ本人は闇金じゃねえって言ってるが、やってることは同じようなもんだ。ただまあ違うとこがあるとしたら、他の金貸しと比べて融資の条件が変わってるってとこかな。条件、審査が特殊とかそういうことすか。ああ、あのスカイファイナンスって店じゃ、客に金を貸すかどうか判断するために融資前に必ず何かしらの条件を客に提示する。その条件ってのがボランティアだの老人介護だの、とにかく一風変わったもんらしい。はあ、そんなことして何のメリットがあるんですかね。さあな。それに一部の噂じゃ金利すら取ってねえって話もあるくらいだ。え、じゃあどうやって飯食ってんすか、あの秋山って人は。まあそれは都市伝説みたいな話だろ。秋山さん、実際はちゃんと儲かる仕組みがあるんだろうな。一応さっきうちに来たみたいに、金貸した客が飛ばないようちょくちょく見回りしてるみてえだしな。謎だらけの金貸しっすね。とにかくやつの考えてることはよくわからん。ただ一度秋山から金を借りた人間は二度と奴から金を借りることはねえそうだ。どうして。それもわからん。ま、何にしてもああいう不気味な奴には関わらん方が身のためだってことだ。付き合ってもらってご苦労だったな。いや、まあ、あのビルがどれほどのものか確かめることができただけでも収穫か。ん？お前の携帯か。すいません。いやいや、それじゃ今日はとりあえずお疲れさん。うんとうまい飯でも食ってくれ。いただきます、柴田組長。それじゃ。
新井だ。分かった、エルナードだな。少ししたら向かう。わけありません。なんだお前。こんな高い酒飲んじゃって、こんなのこの店じゃ市場価格の4倍は取られるぜ。誰だお前、ボーイって感じじゃねえな。うめえ。
こんないい酒浴びるように飲むなんて本当の酒飲みのすることじゃねえよな。何しかとしてんだよ。俺らんことなめてんのか。ちょっとん、どこの誰だって聞いてんだよ。おらてめえ何者だこれ。よかったぜ、相手が俺で。これがヤーさん相手だったら戦争もんだよ。うわ、なんだよこれ。話と違うじゃねえか。え？話だと？秋山さん、何やってんすか。お前一人か。え？あ、はい。兄貴はまだ時間がかかるみたいなんで。そうか。何てめえらごちゃごちゃ喋ってんだ。そうか、わかったぞ。俺らをはめて戦争を始める気だな。さっきから何言ってんだあんた。うるせえ。こうなりゃこっちも焼けよ。お前らが誰だろうと知ったこっちゃに全員ぶっ殺してやるぜ。てめえ人んちの島で暴れといて何言ってんだこれ。来んなお前は。え？これは俺の喧嘩だ。この店で起こったことは全部俺とこいつらだけの問題だ。上野とか金村は関係ねえ。秋山さん。やっぱり俺らの素性もバレバレってことか。俺はこの町でスカイファイナンスって店やってる金貸しだ。この喧嘩俺が勝手にやってるだけのこと。あんたたちがムカついてから絡んだだけだ。組織がどうこうは関係ねえ。てめえ、舐めた口聞きやがって。いいね、気合入ってきたみたいじゃないか。久々に本気の喧嘩が楽しめそうだ。ムカつく野郎で、いいだろう。その分かりやすい挑発乗ってやるぜ。こっちはいつでもいいぜ。行くぞ、こんがじゃ。兄貴、あれが上野の連中か。新井さん、ちょっと来るのが遅かったね。はあ、相変わらずの強さですね。スカイファイナンスにうちら本職が手出せないのもよくわかる。勝手なことして悪かったね。こいつらちょっとムカついたもんでさ。さすが新井さんだね。こっちの気持ちがよくわかってる。この世界に入って最初に覚えたのがこの動作でしたから、ちゃんと一発で火をつけないと兄さんたちに殴り飛ばされたもんです。
そのことじゃないよ。え？なんで俺がこいつらと喧嘩したのか聞かないんだ。うちの親父に金貸した時の条件が関係してるんでしょう。やっぱり知ってたんだ。ええ、秋山さんともあろう人が何の条件もなしにうちの親父に金を貸すわけないでしょう。どんな条件か知ってる？まあ直接親父に聞いたわけじゃないんですが、金村の引退ですよね。俺はさ、あんたならいけると思ってんだよね。堂島の竜って言われたあの人の領域に。大かぶりすぎですよ。俺と四代目ではこの世界に足を踏み入れた瞬間から天と地ほどの差があります。俺が金村工業を継いだとこでその差は埋められませんよ。そんなもんなのかね。俺なんか空から金をもらってからあっという間にここまで来たぜ。そういえばそうでしたね。忘れてました。人間、チャンスは突然降ってくる。要はそのチャンスをもらってから一気に上り詰められるかどうかなんじゃねえのか。三次団体とはいえ組長は組長、のし上がるチャンスとしては悪くない。あんたも少し真剣に考えておいてくれ。あ！くそ！あいつ。秋山さん、申し訳ありませんが、ここからは俺たちの仕事です。どうすんだあんた。その拳銃今ここでぶっ放すのか。そんな勇気があんたにあんのか。撃ったらこっちもそれなりの対応をしなきゃなんない。だがこのままおとなしく帰るってならこの一件はなかったことにする。どうだ。何を偉そうに。こっちは上の世話のメンツがかかってんだ。それは分かってる。だがあんたが撃てば俺も撃つ。なん？あんたらがどうしてこの店で飲んでたのかは問わない。だからその拳銃こっちに渡してくれ。くんな！兄貴！大丈夫ですか？兄貴！くそ！逃げんぞ三島！大丈夫だ。脇腹をかすった程度だ。それよりもあいつらを。そう！木戸。はい。ここはいい。お前はすぐにあいつらを追いかけろ。はい、わかりました。おい、起動。いいか、奴ら捕まえても絶対に無茶な真似するんじゃねえぞ。はい。申し訳ありません。もしもし。ええ、そうですね。もしもし。ああ、
やっと出た。ああ、花ちゃんか。社長、さっきから何回電話してると思ってんですか。30回はしてますよ。ちゃんと電話に出てくださいよ。あ、悪い悪い。ねえ、何？早く会社に戻ってきてください。取り立て行ってからもう何時間経ってると思ってんですか。え、何時間くらいだろう。4時間ですよ、4時間。はあ。社長、今何時だと思ってます。12時、12時5分です。もう日付変わってんですよ。世の中は終電の時間なんですよ、知ってますか。ああ、分かった分かった、悪かったって。もう全然反省してない。いや、本当に悪いって思ってるって。社長は好きな時間に出社して好きなことばっかりしてるからいいですよ。でも私はですね、毎朝9時から会社来て帳簿の整理したりトイレ掃除したり返済滞ってるお客さんに電話したり出前の注文したりしてるんですから、もうくたくたなんですよ。出前は関係ないじゃない、君が食いたくて取ってんだし。とにかく私は超疲れてるんです。だ、分かってるって。だから今日も先に帰っていいって言ったでしょ。どうせ店の鍵は花ちゃんが持ってんだしさ。帰れないから言ってるんです。どうしてよ。ついさっきから店の外で怖い人たちが喧嘩してるんですよ。喧嘩？いや別に大丈夫でしょ、それくらい。何言ってるんですか。私レイプとかされたらどうするんですか。レイプ？君が？笑いました今。あ、いやいやいや、もう冗談じゃないんですよ。なんか一人は銃みたいなの持っちゃってるし、とにかくあんなのに巻き込まれたら大変ですよ。銃？おい、花ちゃん、それどんなやつなんだ。ですね、なんか一人は上野がどうこうって叫んでましたけど。上野？ええ、とにかくこのままだと私外に出れないんです。早く会社に戻って何とかしてください。わかった、すぐ行く。新井さん。秋山さん、あんたがくれようとしていたチャンス、どうやら俺はもらい損ねたようだ。それじゃ。新井さん、頭を一撃、余分な発砲は一切なし。
こりゃ殺す気満々で撃ってるね。逃げなくていいんですか？え？犯人はさっき走ってった男ですよね。このままだとあなたが警察に捕まることになると思うんですが。あんた、仇の方ですよね、あなた。ああ、そうだな。警察ってのは嫌な奴が多いとこです。捕まったら無理やり自白させられてしまうかもしれませんよ。花ちゃん、あ、ちょっと手遅れでしたね。お前、動くな！動くな？俺？動くなと言ってるだろう！いや、おい、違うって。いや、俺じゃないんだって。無駄な抵抗はやめろ。杉内さんの尋問は半端ないと思いますんで、気合い入れて頑張ってください。それじゃ。暴れるな、お前、動くな。杉内って、あの？あ、おい、ちょっと、待てよ、あんた！いや、だから、違うんだって。さっきのとこに来てよ。ねえ。社長！花ちゃん！社長！確保だ。早く支度しろ。よかったな、目撃者がいて。あの可愛い顔したお前さんの部下の子に感謝すんだな。花ちゃんのことですか？あの女すげえ必死だったぜ。雨ん中ずぶ濡れになりながらここに来て、社長はやってませんってな。そうですか。おい、秋山。これ以上金村工業みたいなクズとは付き合うな。駆け込み寺だかなんだか知らねえが、てめえみてえに誰かで構わず金を貸すバカがいると、バカから金借りたバカが調子乗って暴れんだ。これ以上俺ら警察の邪魔しないでくれよな。何が言いたいんですか？お前がゲーム感覚で金を貸すと犯罪が増えるって言ってんだよ。ゲーム感覚ですか？そうだ。今回のドンパチもお前が絡んでたってことは割れてんだ。お前が遊び半分で金村連中を煽ってっからこんなことになっちまったんだよ。杉内さん。ああ、俺はね、俺なりの信念があって金貸してるつもりなんですよ。だから金貸しはやめません。もういいですか？早く帰りたいんで。金村が死んだよ。
いつ？お前がぐっすり寝ている最中だ。いいか、これ以上金村工業と上野清和会の件には関わるな。てめえが金村の連中に近づいたら、こっちも徹底的にお前のこと洗ってやるぞ。もう油固まっちゃってるよ。ライトあれ、すみません。あ、すみません、お客さんですか。どうぞどうぞ。あのはい、スカイファイナンスってこちらでよろしいんでしょうか。ええ、あ、ここちょっと分かりにくい場所ですもんね。どうぞどうぞおかけください。はい。はい。ご融資のご相談でしょうか。まあ、あのあ、はい、タバコ吸ってもいいでしょうか。ああはいはい、どうぞどうぞ。すいませんね、接客はいつもジムの女の子に任せっきりなもんで、こういう時気が利きませんで。
すみません。はい。それでご融資の件ですが。あ、はい。それなんですが、ええ、こちら、保証人や担保なしで無制限にお金を貸してもらえるというのは本当でしょうか。無制限ですか。どちらでそのような話を。言えないと。まあいいでしょう。多分あなたへの融資を断った同業他社の方にでも聞いたんでしょうから。うちの店は金貸せないけど、あの店なら貸してくれるかもよって。どうせ他にもいろいろ吹き込まれたんでしょ。うちの店は同業の人たちにはあんまり評判良くないでしょうからね。で、おいくらほど必要なんですか。ライターお借りしてもいいですか。ええ、どうぞ。大女優。あ、ん、あ、いや、カムロ町にしては変わった名前のお店だなと思いまして。今あなたが働いてるお店のライター。あ、いや、そうではないんですけど、以前そのお店にお世話になっていたことがありまして。そっちの業界長いんですか。ええ、まあそれなりに。で、いくら必要なんですか。え、とりあえずいくら貸してほしいのか言ってくれなくちゃ、こっちも話のしようがないんで。1億。現金で1億円。10日以内に私に融資していただけませんでしょうか。1億ですか。はい。保証人は。いません。担保も。ありません。保証人なし、担保なし、それで現金一括で1億円ね。あんたさ、自分の言ってることの意味分かってんの。やっぱり無理ですよね、そんな話。そうですよね。すみません、私どうかしてました。この話忘れてください。お時間取らせてしまってすみませんでした。それじゃあ。ちょっと待った。貸さないとは言ってませんよ。まあゆっくりお茶でも飲みながらお話ししませんか。
以上が当店からの条件です。テストに合格しなければ融資することはできません。さっき10日以内って言ってたけど、つまりあなたすぐにお金が必要なんだよね。はい。急いでるんだよね。はい、そうです。でもテストに受からなかったら時間の無駄遣いになっちゃうわけなんだけど、どうします？それでもテストの方受けてみますか？はい、やらせてください。本当にいいんですね？私にはもう他の選択肢はないんです。お願いします、そのテスト受けさせてください。それじゃあ明日ご来店お待ちしてます。あのお名前聞いてもよろしいですか？リリーと言います。リリさんですか？それは本名？それともお店の名前？言わないとダメですか？いえ、いいです。明日のご来店お待ちしてます。
結局新井の兄貴に連絡が取れなかった俺は一旦事務所に戻ることにしたんです。おい、誰か、誰かいないのか。失礼します。親父？親父、柴田組の手先だろうよ。きっとお前か俺の身柄が必要なんだ。ああ、そうだよな。どういうことですか秋山さん。ねえ兄さんよ、俺らの首持ってったって上の世話が納得するわけねえよ。そうだろ。さあな、それは組長が決めることだ。おい、ここは俺が食い止める。お前は今のうちに逃げろ。え、何言ってんすか。悪いが、俺の読みじゃお前より俺の方が断然強い。今はとりあえず逃げろ。秋山さん、後でスカイファイナンスで落ち合おう。あそこなら何があっても大丈夫だ。でも早く行け。はい。あっ、これおっと、あんたらの相手は俺だ。てめえ遊びじゃねえんだぞ。指の一本や二本じゃ済まなくなるぜ。なんだ、本職の脅しってのもその程度のもんか。今さら指とか古いんだよ。なんだと。こっちは鼻から首取られる覚悟でやってんだ。あんたらも肩に舐めてると痛い目に遭うぜ。言うじゃねえか。それじゃきっちりお前にはこっちの世界のやり方見せてやるぞ。望むところだ。仇だから遠慮すんな。しっかり弾を取ったりや。やれ。はい。あの近くの違いを教えてやるぞ。
何やってんだてめえ。あ、やっべえな、こりゃ。秋山、お前またヤクザ相手に乱闘か。あ、今朝の忠告忘れたわけじゃねえよな。すひうちさん、まあいい、言い訳はまた署でゆっくり聞こうじゃねえか。いや、それちょっと。それに俺、これに関しては被害者だし。うるせえ、すべこ言ってんじゃねえ。確保、確保だ。はい、やべ、待て、なかなか待て、待てなさい。間に合わなかったか。いやもう、ああ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 命拾いしたね。ただいま。はい、お水。サンキュー。どっちにしてもこれじゃまた警察行きだな。
格の違いを教えてやるかな。
しよう。なんだと？今回の金村工業が起こした一件、それで手打ちにしてもらえませんでしょうか。この金は一体何ですか、堂島会長。葛城さん、東城会としては今回の騒動、これ以上大ごとにはしたくない。それに東城会と上野清和会は二代目時代から25年来の親戚関係がある。ここはお互いことを荒立てないのが得策かと。なるほど。堂島会長は枝同士の喧嘩にはこのくらいの金があれば十分だと。いや、そんなつもりはありません。確かに騒動を起こした金村工業は直系柴田組傘下の枝組織かもしれませんが、上野清和会は違う。東城会と同格の親戚です。その金はあくまで今回の騒動の迷惑料だと思ってください。同格ね。その額ではご不満ですか。わかりました。入れ。葛城さん、今回の金村の一件、本当に申し訳ありませんでした。柴田さんでしたっけ。はい。東城会の直系の親分さんともあろうお方が、
都内の一勢力でしかない組の若頭にそんなに頭裂いちゃいけませんよ。それにね、柴田さん、今の時代わざわざ痛い思いしなくてもけじめの取り方は他にもいろいろあるでしょう。東条会さんとうちは親戚関係なんですから。桂木さん、どういう意味ですか？堂島会長、今回の騒動、上野清和会としては今までの親戚関係もある以上構想沙汰にするつもりは毛頭ありません。病床に伏しているうちの総長上野義治も思いは同じです。桂木さん、だがこの金と指で全てがチャラというわけにもいかないでしょう。少なくともうちの組員たちは納得しないと思いますよ。堂島会長、今回の騒動で殺された伊原の役職をご存知ですか？若頭補佐です。ちょうどあの事件のあった日に就任していたんですよ。若頭補佐？そうです。あなた方がチンピラ同士の喧嘩くらいに思っていたこの騒動、実は上野清和としては幹部組員を失うというとんでもない被害を受けているんですよ。正直言いましょう、若頭補佐を殺された代償としてあの金と指一本では釣り合いません。いや、だがそれは。おっしゃりたいことはわかります。先ほどは同格だと言ったものの、所詮は東条会と上野清和会では格が違うだろうと。でもね、うちの組員はそれじゃ納得しないんですよ。表面上東条会とうちは対等な関係のはずですからね。桂木さん、どうすれば納得してもらえるんですか？そうですね、うちの伊原を殺した犯人新井弘明の首、それが無理ならあの真島さんが今やっている例の事業の経営権をいただきたい。どうなってんだよ、そんなこと認められるわけないだろ。カムロ町ヒルズの経営権が欲しいと。はい。そんな要求は飲めない。飲めるわけがない。なぜですか？あの事業は10億20億とかいう規模の話じゃない。数千億規模の案件だ。いくら幹部組員が殺されたとはいえ、人一人の命の代償としては大きすぎる。堂島会長、勘違いしないでください。上野清和会は金が欲しいわけじゃありません。これは極道としてのメンツの問題なんですよ。堂島会長、あなたは筋の通った方だと聞いてます。だからこそ私の立場も理解してもらえませんでしょうか。さっきも言いましたが、うちとしてはあの新井という男の首があれば十分です。それがあれば下の連中も納得するでしょう。だが万が一新井の首が取れなかった場合、その時は伊原と同格の人間を差し出してもらうしかないんですよ。それは？そう、真島さんです。柏木さんの死後、白鵬会や錦山組といった若頭補佐はなくなってしまった。あの浜崎組も破門となると、自動的に真島さんくらいしか伊原の代償となりうる人がいないんですよ。だがさすがに私も伊原の代わりに真島さんの首を差し出せとまでは言うつもりはありません。ですから
あのビルの建設と経営の権利さえいただければ、それでうちの組員を納得させられます。よくお考えの上、ご決断ください。それでは。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。秋山さん、私…いいね。やっぱり俺の目に狂いはなかったか。え？いや、なんでもない。さあ、今からテスト2を始めようか。
300万ですね。はい。300万稼げば本当に1億貸してもらえるんですね。はい。わかりました。やってみます。それではビジネスの話はここまでにしましょう。ここからは俺のプライベートとして楽しませてもらいます。え？さっき言ったじゃない、今から俺に接客してもらうって。でも秋山さんはオーナーじゃ。オーナーっつっても自分の店で遊んじゃダメって決まりがあるわけじゃないでしょ。今はただのお客さん、つまり俺が君の最初の客ってわけ。そう、その笑顔いいね。さあ、それじゃあ今日は楽しませてもらいますか。わかりました。それじゃあお客様、お飲み物は何になさいますか。そうだね、
金で人が幸せになれるんだったら、俺が君を幸せにできるのかな。え？どうして避けなかったの？どうしてだろう。なんとなくあなたならいいかなって思っちゃった。あなたはどうしてキスしたの？なんでだろう。でも5年ぶりだよ、こんな気持ちになったのは。別れた恋人の話？ああ、でも振られちゃった。本当に？どうして？さあ、あの頃俺にお金がなかったからかな。おうおい、見せつけてくれるじゃねえか。俺たちにもサービスしてくれや姉ちゃん。また柴田組か。あんたらも懲りないね。なんだと？ああ、舐めた口聞いてんじゃねえぞ。柴田のこと分かってて喧嘩売ろってのか。そうだそうだ。柴田組のことならよく知ってますよ。東商会の直系って肩書き振りかざしながらも、二次団体の中じゃ常に末席に位置する万年窓際族だ。おら、なんだとこのガキは。予定にはなかったが構わねえ、ぶっ殺してやる。
実は昔俺さ、新井さんに助けられたことがあったんだわ。え、秋山さんが新井の兄貴に？ああ。ところでお前、俺が昔ホームレスだったって話は知ってるか？ええ、まあ噂程度に聞いたくらいですが。本当だったんですか？実は俺ホームレスになる前な、東都銀行っつう銀行で働く普通のサラリーマンだったんだ。え、秋山さんが銀行員？ああ、今から5年くらい前の話だ。6年くらい前までの俺の人生は、綺麗な階段を汗一つかかずに登るような順調なものだった。東都大の法学部を卒業、東都銀行に入社。俺は金融工学のプロフェッショナルとしてエリート街道を歩み始めた。じゃあどうしてホームレスなんかに？クビになったんだよ、2005年の初めにな。クビ？なんかやらかしたんですか？業務上横領、つまり会社の金をこっそり盗む犯罪だ。え？どうしてそんなこと？知らねえよ。だって俺は横領なんかしてねえんだからさ。は？どういうことですか？はめられたんだよ、会社にな。いきなり業務上横領の疑いをかけられて、懲戒免職ってやつだ。そんなバカな。まあ普通そう思うわな。俺も何かの間違いだと思ってた。だが現実は違った。俺が当時担当していたとある会社の口座にあった100万円がある日突然俺の個人口座に振り込まれていたんだ。それでクビですか？ああ、何を言っても無駄だった。銀行は俺を告訴しないことを条件に一方的に俺を懲戒免職処分とした。その後俺は真相を探った。それまでに貯めた金を使い方々手を尽くして調べ回った。でも結局わからずじまい。そのうち貯金も尽きて神室町で路上生活を始めたんだ。それでホームレスですか？金なんて簡単に増やせるって思ってたのにさ、元手と信用がなければ何にもできないんだよ。所詮俺は他人の金で遊んでいただけだったんだってその時初めて分かったんだ。え、じゃあどうやって金貸しなんてやれるほどの大金手に入れたんですか？拾ったんだよ。は？だからさ、お金が降ってきたの。それからパーッとそれを拾ったのさ。いや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 、本当だって。知らない？ミレニアムタワーで爆発があってさ、そこから大量の札束が降ってきた事件。あ、知ってます。じゃあ秋山さんはその金を？そう、だいたい100万くらいだったかな。死に物狂いで拾い集めたよ。この金さえあれば俺はもう一度人生をやり直せるってな。なんか運がいいんだか悪いんだか分かんねえ感じですね。まあな。だがその時の俺にとってその100万円は命と同じくらい大切な金だった。だがそんな大事な金をこともあろうに俺は盗まれちまったんだ。路上で寝ている隙にな。誰にですか？町のゴロツキさ。あの頃からこの町じゃホームレス狩りとか言って路上で寝ているホームレスを襲うような遊びが流行っていたからな。待ってください。それじゃもしかしてその時に秋山さんを助けたのが？そう、新井さんだ。当時新井さんは金村工業に入ったばかりのチンピラだった。そのチンピラが俺から金を盗んだ連中から金を取り上げホームレスの俺にわざわざ届けてくれたんだ。どうしてそんなこと？新井さんは涙を流して喜ぶ俺に言ったよ。俺がこの街を変えてみせますって。兄貴、俺はその時誓ったんだ。もし俺がこの100万円でのし上がれた時はこの人にかけてみようって。かける？ああ、この人なら神室町って猿山のボスになれるかもしれないって思ったんだ。神室町ってのは弱いやつから強いやつまでいろんな連中が集まってくる、いわば一つの群れみてえな場所だ。だが集まってくるやつらには一つだけ共通してることがある。何ですか？夢だよ。
カムロ町に飛び込んだ人間は皆必ず夢を見てる。夢。いい女を抱きたい、金持ちになりたい、えばりたい。どんなちんけなもんであっても、ここに集まる連中には皆それぞれの夢がある。だがその夢を叶えられるやつはごくわずかだ。そして人は夢を諦めない。生きてくのに必要なもんだからさ。わかるか？はい。みな夢を見続けていたい。だからこそこの町では人に夢を見せられる人間が求められているんだ。それが新井の兄貴だと。ああ、良くも悪くも人間ってのは強さに憧れる。新井さんにはその絶対的な強さがある。俺はそう思ってんだ。ボスがいない猿山は機能しない。この町は今強いボス猿が必要なんだ。カムロ町って町は今までずっとそのボス猿を極道に求めてきた。だが桐生一馬というカリスマが去った今、ボス猿となれる人間はいない。機能しなくなった町から猿は去っていってしまう。強いボス猿を求めてな。なんか深い話っすね。まあちょっと回りくどい言い方だったが、要はそれくらい俺は新井さんに賭けているってことだ。わかりました。俺、秋山さんの夢のためにも新井の兄貴を必ず見つけます。このお金はありがたく使わせていただきます。おう、何か分かったら俺に連絡してくれ。はい。ただいま。あ、ギドさん。あ、どうもっす。おお。Thank you.
この悪い。Thank you.
からです。参りましょう。へえ、まいったまいった。ちょっと花ちゃん大変だよ。花ちゃん、花ちゃん、しっかりしろ。社長、お帰りなさい。一体何があったんだ？それが。ああ、木戸さん、ごめんなさい。ちょっと買い物に行ってて。ああ、すいません。勝手にお邪魔してます。社長、今ちょっと取り立ての仕事に出かけちゃってて。あ、でもそんなに長くはかからないと思うから待っててください。あ、お茶出しますね。あ、お構いなく。どうしたんですか？何か忘れ物とか？いや、ちょっと秋山さんに確認し忘れたことがあって、携帯にかけたんですけど繋がらなくて。ああ、そうでしょう。社長いっつも寄り道して遊んでるのを邪魔されるのが嫌で携帯の電源切ってるんですよ。おかげで仕事が片付かない、片付かない。秋山さんらしいですね。お客さんって感じじゃねえな。また降りない人たちだな。すみませんけど帰ってもらえます？社長も外出してますし、それでも用があるって言うんなら私が相手に。え、危ない、花ちゃん。花ちゃん。Yes. Yes.
暇でしょ。元気でな。バイバイ。この辺に M ストアな。あ、これがミリニアムタワー？こっちこっち。Yeah.
出直すわ。マジ？嘘。俺ね、ちょっと遅れそうなのは。この前さ、あの何分ぐらいかかります？やっべえ、俺超イケてるわ。どこが出る最近？またまた。早く、モデルさん呼んじゃう。いいことないかな。もう全然彼女と連絡取れなくてさ。もう一回。すっちまった。ほら、よし来い。雑魚が生きがってんじゃねえぞ。強すぎる。Ha ha ha!
Oh, my God.
格の違いを教えてやるぜ。さてと、会長さん。待て。わかった。顧客名簿は返す。あれ？それはもらったものじゃなかったでしたっけ？返さなくても結構ですよ。あんたをぶちのめしてから勝手にもらっていきますから。すまん！この通りだ！勘弁してくれ！しょうがないね。それじゃあどうしてこんなことをしたのか全部話してもらいましょうか。じゃあな。お。早く。甘いのがいいな。いやさ。肉に限るよ。明日にす。やっべ。にしようかな。次どこ行く？あれ見て、あれ。意味わかんねえ。焼肉行こうよ。
結構高いっしょ。じゃあな。マジ？嘘。どうする？あそこのスパさ。そうそう。ええ、来たね。時間通り。君なら約束を果たしてくれると思っていたよ。秋山さん。Thank you.
その代わりと言っちゃなんだけど、一つ教えてほしいことがある。何ですか？どうしてリリちゃん、人を殺して回ってるの？金村工業の組長を殺したの君だよね？違います。大女優ってバーの店長もそうだろ。どうしてあんなことしてるんだ？あのライター。ライター？そう、君が初めてうちの店に来た時に持ってたライター、あれだよ。あのライター大女優って店のだったでしょ。そのことを聞いたら君は以前世話になった店だって。ええ。あの店ね、女装バーだったんだよ。知ってた？店のキャストは全員男だったんだよ。だから君が働いていたというのはおかしい。なら君は一体いつそのライターを手に入れたのか。きっと店長を殺した時だよね。現場で死んでいた男の上着には柴田組の代紋がついていた。最初は柴田組の犯行かと思ったけど違ったみたいだね。この前君とデートしてる時に襲ってきた柴田組の連中、あれも俺じゃなくて実は君を狙っていたんだろう。君、本当は何者なの？柴田組とはどういう関係なのかな？秋山さん。ん？あなたはさっきお金を返さなくていいから教えてほしいって言ってましたよね。ああ、そう言った。じゃあお金は必ず返します。なるほどね。だから教えたくないってことか。すみません。どこか行くの？ええ。私にはまだやらなきゃいけないことが残っているから。そうか。じゃあまたしばらく会えなくなるね。はい。わかった。じゃあ全てが終わったら貸した金返しにまた店まで来てくれ。ええ。また君に会える日を楽しみに待ってるよ。ちょっと遅れそうだわ。うん。お、それで？おい、悪い。
強すぎる。
ちょっと。そうしよっか。焼肉行こうよ。どないしよう。勘弁してくれよ。え、あの泣き声かかります？何ってんだよ。誰や、俺は。この店のオーナーの秋山というものです。創始者さんは？俺は真島組の南っちゅうもんや。真島組？それってあの神室町ヒルズ建設に絡んでる東上会の大幹部の？そうや、あの真島組や。お、ちょっと待ったらよ。この曲、俺のお箱や。よっしゃ、行くでー。おい、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 おい。ああ、お前ら声出すや。って、あれ、あれれ。何やっとんじゃ悪い。いや、送信ボタンを押したつもりだったんですが、押し間違っちゃったみたいで。申し訳ない。暗かったもんで、つい。暗かったから、つい押し間違えた？兄ちゃん、その話、ほんまやな。そうか。なら、ま、いいわ。南さんでしたっけ？あ、もや。あの、南さんのご用件は何なんでしょうか？おお、それやそれ。この店にリリって女がおるって聞いてな。なんや、えらいべっぴんさんらしいやないか。そんでちょっと指名したらなあかん思てな。リリですか。申し訳ありませんが、彼女は本日をもって店を退店しました。あ、何やと。そら困るわ。
彼女に何かご用ですか？そう、俺も親父からその女連れてこい言われただけやからな。親父？親父ってあの真島さんにですか？そういうことや。せやからリリックって女の居場所教えてもらえないか？お客様、申し訳ありませんが、キャストのプライベートを教えるわけにはいかないんですよ。そういったご用件でしたらお引き取りください。ああ、何やと？私はね、一度自分の店で働いたキャストを理由もなく売るような真似はできないんですよ。なんや、かっこいいこと言うとるやないか。ええ、私は常にかっこいいオーナーでありたいんですよ。おもろい兄ちゃんやな。しやけどこっちも遊びやない。ヤクザが何もせんとタダで帰るわけがないやろ。金ですか？なもんちゃうわ。ちゃんとあんたの口からその兄ちゃんの居場所聞き出さんごとには帰られへんねや。兄貴、まだや。こんなんで終わりと思ったら大間違いや。しぶといね。さすが真島組だ。くそ、また負けるわけにはいかんのじゃ。やめや。お前の歌は宴会の時だけで十分や。お、親父。親父？まさか、あの真島組長。この音痴から聞いとるかもしれんが、リリッチ女を探しとる。ここにおるんやないのか？彼女はもうここにはいませんよ。どこに行ったかも知りません。そっか、遅かったっちゅうことか。リリに一体何の用です？
リリは柴田組に追われていた。まさか真島さん、あんたもそのことに関係しているんですか？そうなんか、柴田組が。教えてください、真島さん。リリは一体何者なんですか？なぜあんたたちに追われなきゃならないんですか？あいつは、安子ちゃんは俺が守らなあかんねや。安子、それがリリの本名ですか？なんであなたが守る必要があるんですか？それが俺の償いやからや。25年前のあの日のな。償い？